Hello, game 朋友大家好，我是小易。那我们今天奥丁领域诅咒王子篇啦、啊。那我们从第六章开始吧。Here we go。慌てて何かあったの？メリル、逃げるんだ！ゴブリンが退去して攻めてきた。よ、こっちに来たぞ。逃げるってな、臆病の毛むくじゃらめ。おい、この辺にもきっとあるぜ。がっぽりコインをいただいていこう。あった。動くなよ、ウサ耳。その耳、そぎ落としてやろうか。皮を剥いで襟巻きをこしらえるのがいい。よさ。ここはプーカの土地だ。出て行け、ゴブリン。何を言ってやがる。俺らの土地だ。同じバレンタインの人間として権利はあるぜ。いい加減なことを。本当よ。心が横島なプーカがだんだんとゴブリンになっていったの。でもわからないわ、どうしてこんなことを。コインは感謝の言葉とともに送られなければ魔法は現れない。奪ったコインでは願いは叶わないのに。そんなことは知ってるさ。俺らの王がお作りになったお金だからな。こりゃそのバレンタイン王のご命令よ。バレンタイン王だと？俺たちはこんなものに用はねえ。だがお前らだけ元の姿に戻るのを許す気もねえ。王様の言うように炎の国の溶岩へコインを投げ捨てりゃあんたらの泣き面を拝めるって寸法よ。待て。大丈夫ですか、メリルさん。ダメよ。コインを失ったら二度と元の姿には。哈，这什么概念啊？所以我们现在要去阻止他们丢金币就对了。OK， 来吧。感觉这张地图应该也蛮大的。颜值容易，当当。我们先走右边好了。哎，不对，好像也上不去了哎。这是单行道，所以我们只能走下面。哈。哦，一千多滴血。哎，这好像不是battle stage，奇怪。直接把它喷飞。芒果。哎，是battle stage。怎么这么简单的battle stage？可能还在热身吧，前面我猜。OK， 哇哦！我刚是拿到什么东西啊？怎么瞬间地图这么明显了？哈哈，我好像看到左下角有那个扩增包包，直接来个闪电剑。然后再来一个呼唤雷云，
是欠毒物啊。哦哦。六等应该就可以了。怎么感觉那么难打、啊？真是。六等补2000就够了，真的。又下那个东西了，超烦。哇塞！那个真的是很讨厌。我也龙卷风哎、欸！哦哦哦哦！危险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 ！吓死我！超级道具流，等一下哦，看有什么道具可以用。飓风！哇塞，这样不行啊！天哪，打这么辛苦！他们都这样搞我，真是。我看一下、哦，超在烈焰，吃葡萄，太嚣张了。火山旋风，算了。哇塞，他们这样要不要给人家玩啊？这很过分哎、欸，到处都是火焰啊！哎、欸，怎么用这个？哦，天，烦死人了！飓风吧，把那火焰吹掉。好了，解决一只了。好烦的东西哎、欸！又来了，该死的火鸟。快变回人形吧！他躲在哪里？啊哈！该变回人形喽！多台前，我要打中他吗？还是 ？OK， 他变回人形。Yes， 这两只有个麻烦，一只就还好，两只就很烦，哈哈。啊，可怜的 B， 奇迹果实，可可果实 ，OK。神奇的小道具，哦，中 boss， 火焰之女。哎，我需要拿一个闪电剑。等一下，我先离开一定距离之后再使用。OK， 赶快呼唤闪电剑！快快，他来了，他来了！
OK。闪电剑超强，闪电剑超强。错！哇，好帅，超帅的，可是伤害好像还好。空中接技。他闹人了，闹人让我加马纳，对不对？又爆炸！闪电剑快好了，闪电剑快好了。OK， 闪电剑好了，赶快呼唤闪电剑，闪电剑超强，出来吧 ，Nice！哈哈，这只中 boss 还没有比刚刚那两只强。精灵石，当当，来一个顺时针，逆时针。いらっしゃいませ。しかしひどい暑さですね。新しいレシピをお持ちですね。生拌羊肉，ナイス。马上来看生拌羊肉是怎样。哎，生拌羊肉有了，哇塞，精灵石还蛮多的，马上吃。かしこまりました。来来，赶快看好不好吃。这是羊肉吗？怎么感觉？啊，它是生拌的，听起来有点……哇，生拌的我不敢吃。加一颗蛋，好腥的感觉。来，我们再吃。听起来有点恐怖啊，生拌羊肉。是。我不敢吃生的，我连生鱼片都不敢吃。好啦，我们准备挑战最终 boss 了，这关的 boss 啊，不是最终啊，又讲错。芝麻开门。骗局的商镇，搞什么东西？火焰发祥的圣域。またお前か。世の邪魔ばかりする。ゴブリンどもめ、大口を叩いてしくじりおったな。お前は王なんだろう。どうして国民を苦しめる真似ばかりするのだ。世の恋をどうしようと世の自由だろうね。よかろう。昔話を教えてやる。竟然是讲古时间。その昔、強大な力を持つ心優しい王がいた。民の幸せのために持てる力を皆の手にする恋へと。是不是大家都知道了吗？他在说他自己吗？だがその結果はどうだ？
栄えるどころか裏切り者の手によって国は滅んでしまったわ。世は自分の王を食べる蛇のように国を呪った凶王と言われておる。お前が結晶論を操り国を滅ぼしたのではないのか。今となってはどうでもよい。王の良き心は魔力と共に金貨に溶け去ったのよ。このコインを溶岩に溶かせば世の魔力が元に戻るはずであったのに、ゴブリンどもめ。いや、それは大目に見よう。世は寛大だ。まだこの手には希望がある。たったの卵一つだが侮るな。大陸の古い予言にもあろう。これが全てを食らうという蛇の卵。我が国の予言ではその蛇、いや竜の名をレバンタンという。竜の卵。ワグナーが言っていた卵を盗んだというのはお前なのか。世界を滅ぼす世の憤怒、世の頂上なる力の残りを譲り渡そう。全てをお前の凶悪な未来に託すぞ。生まれるのだレバンタン、お前の力を見せてみろ。应该也是小火龙吧。我们又要欺负小火龙吗？真的耶，他听说后面他好像会长大，可是不是在这个篇章，应该是后面的事情。我们先好，预言之龙雷瓦丁，我要先拿闪电剑。OK， 闪电剑。不要阻止我 ！Yes， 拿到了。哇，好小只哦！我们欺负小恐龙啊！太小只了，好难瞄哦！再来一个闪电剑。闪电剑真的还蛮强。太小只了。哇，打得也蛮痛的。他跌倒了，好可爱。不行，还是要欺负他。火元素9。放哪去了？快破坏死光！哎呦，是蛮痛的。从越飞越高，
我不是故意要伤害你的，这是剧情需要，所以我只好当坏人。感觉我好像坏人。他跌倒了。逼我用毒物吗？毒物四哦，好吧。这小火龙真的蛮好打的，应该没有第二阶段了吧？私はタイタニアの王子、コルネリウス。エドマンドの子せがれだと。なるほど。お前がなぜタイタニアの剣など手に入れたのか解せなかったが、それならあやつが父殺しの剣をお前に渡したのも納得がいく。父殺しだと。息子に語れる話ではなかろう。父親のガロン王を殺し、王冠を継いだなどと。父上がそのような罪を犯すはずはない。大地、祖父は国が魔獣に襲われた時に亡くなったと。だが父上はこの剣を見て怯えていた。私に剣を託したあの恐ろしい声、私をコルネリウスと知っていた。まさかあれが私の祖父だとでも言うのか。ガロンは冥界の牢で泣いておったろう。愛する国民をむさぼり食った挙句にその剣で息子に命を絶たれてはな。祖父王が亡くなり魔獣から国を救った父が王位を継いだと聞いている。その祖父が魔獣だと言いたいのか、バカな。タイタニア王家に代々伝わる秘術とやらで化け物になったのよ。圧倒的な世の軍勢と戦うためにガロンは決断したのだ。歴戦の将兵が蟻塚のように崩され、我らは追い払われた。だが狂うてはしようがない。その後化け物は7日7晩タイタニアで暴れ続けた。それを父が打ち倒したというのか、国を救うために。エドマンドに感謝するがいい。あの男がそれでもなお秘術の用意があると言い出さねば、その後のタイタニアは容易に蹂躙できたであろうからな。父上はそれでああも頑なだったのか。原来如此。この地響きの知らせ、まずいな。炎の王オニキスに出てこられては面倒だ。所以说最终 boss 不是这只小火龙，这火龙其实也蛮倒霉的，真的蛮倒霉。待て、どこに行く？煉獄の炎の中よ、さらばだ。那他自杀吗？不会吧？没有啦，对啊。汪汪。ちゃんと全部ありましたわ。そっか、本当によかった。コルネリウス君、ありがとう。代表して礼を言わせてもらうよ。コインがなくなって困るのは私も同じです。君はタイタニアから来たと言ったね。ジョーカーがあの様子ではしばらく故郷に戻らない方がいい。え？知らないのかい？ジョーカーにドラゴンが現れたことを。ドラゴンだって。は？何でも娘を選んでは生贄にしているそうだよ。
タイタニア王もなすすべなく、国中がピリピリしている。あの父が無慈悲に生贄を。有点莫名其妙。好吧，我们拿到什么新技能呢？拿到什么新技能？强极光束，听起来蛮屌的。朝前方笔直放出。好了，以上就是我们这一次的第六章节《诅咒王子篇》第六章节。那我们下一次再见喽，拜拜。